もう一個これで顔は見ないでください。今日はトモゾーペさんもバラありがとうございます。はい、私は元気です。うさつばきさん、チョコのバラありがとうございます。来週にはもう初日ですな。そうなんですよ、だから結構やばくて、この配信が終わったらまた練習したいと思います。頑張ります。なんかめっちゃやばくて 笑い事じゃないんですけど、やばくて、でも制服の目もあれも恋愛禁止条例も1週間で覚えたんで、まだあと1週間あればできるって信じてるけど、結構本当にマジで頑張んなきゃやばいかもって感じです。そう、元気出す時にいつも制服の目を覚えた時のことを思い出す。本当にきつくて、びっくりするくらいきつくて、あの時はまだはい公園で始めたばっかりくらいかな、あのアンダーとかで始めたばっかりで、まあやっと言えるんですけど、学校にいてたので学校の休み時間にフリブイを見て、なんか学校でもその時期何か覚え事かなをしてて、もう本当に頭がパンクしそうになりながらやってたんですけど、ずっとで学校でイヤホンつけちゃダメなんですよ、だからイヤホンつけられないから、ジェラシーのアリバイを無言でこうやって見ながら、マジで今これどこだってやってながらめっちゃ覚えてたのを思い出します。中盤曲からやった方がいいって言われてたので中盤曲を頑張ってましたね。ここで本当に難しくて、やっぱ NMB さんなんでダンスバキバキなんですよ、本当に難しくて。でも今日フィッティングしまして、衣装がすっごく可愛くて、もうめっちゃやる気出ました。この衣装を自信を持っていきたいと思って頑張ります。うさつばきさん、バラ、チョコのバラありがとうございます。なんかすごく先だと思っていたのに、こんなにも直近だなんて信じられないわって感じです。えうりかさん、チョコの虫さんありがとうございます。好きって聞かれた写真が可愛くて元気になりました。だってあーツイッターに載せました今日撮ったやつ、珍しいですね、その日に撮った写真を載せることは私あんまないんですけど、公園の写真以外で今日の朝撮った写真をそのまま送りました。フランさん、チョコの場合ありがとうございます。ここで割と苦戦してるメンバー多いって聞きます。だって本当にそうだと思う、え、わかんないけど、私は本当にそう思ってる本当にうわーって感じです。白熊さん、赤いわらありがとうございます。一緒、すいません、ちょっと画面が明るくて、画面が明るくなってしまったので止めました。とはい、あ、皆さん赤いわらありがとうございます。ニコラスさん、チョコのバラありがとうございます。100年先でもやばいよね。だってあ、出たことあるんですか、振り教えてくださいやば出たことある方かな初めて自分の名前の公演書なんだよね。いや、でもノーパラがあったんで違うかな、ノーパラも作っていただいた衣装だったんで名前入ってた気がするけど、名前にあんま注目したことないから入ってたかわかんないけど、でも新規衣装だったから入ってたんじゃないかな、ちょっとわかんないけど。フランさん、かわいい、ありがとうございます。振りコピーしようとして諦めた方ですってなるほどね、確かに難しそう、全部難しそう頑張らなければいけない。リハの映像を見て私が呆然としてる箇所が何個もあって本当に私がはーってなってるところがめっちゃあって、頑張んなきゃってなってます今。やばいです、来週は本当にレッスン上に缶詰になっている可能性大ですね。あー本当に怖い、でもね、人がいるとなんか緊張しちゃうんですよね。だからお家でめっちゃ完璧にして、リハでもう一回完璧にしてってやって練習し続けるしかないかなと思います。
当に時間が足りないよってくらいなんですけど、頑張りたいと思います。アシュラーのガッサンさん、かわいい、ありがとうございます。ニコラスさん、紅茶ありがとうございます。あ、テロップ書いてない。チョコ、チョコ食べたい。あー、バレンタインの時期になったらチョコとかが品薄になるじゃないですか。バレンタイン食べたいんで、チョコね、食べたくなるから早めに買っとかなきゃなと思いました。かたすればこっちのセリフないよって、あげません。でもバレンタイン公演に出るっけ、私ってどっちだっけ。出るんだったらやらなきゃ、作らなきゃ、メンバーに。でも出ないんだったら別にいっかとか思っちゃう。どうなんだろうって感じ。なんだ、バレンタインとかをさ、もうなんていうの、イベントがさ、なんか学生時代だけだったから、もう結構昔なので、なんかあんまなんとも思わない。なんかそういうイベントごとに対してのさ、気持ちがさ、なんか楽曲をプラス1曲やるっていうのしかさなくて、わかりますか。例えばあとクリスマス公演とか、もうクリスマスに対する思い入れとかはぶっちゃけあんまなくて、あ、今日クリスマスだとか思ってなくて、わ、クリスマス公演だからクリスマスの曲を覚えなきゃとか、それくらいの気持ちだったから、来年からクリスマスに曲を覚えなくていいことが私は怖いです。どうしたらいいんですか、皆さん。クリスマス私何したらいいんですか。逆に昔は何してたかな、何にもしなかった気がします。 HKT に入る前までは。そう、クリスマスプレゼントを楽しみにしてたくらいですかね。なので、でも多分もう子供じゃないからもらえないと思うんですよ、クリスマスプレゼント。そしたらクリスマスなんてあってもなくても意味ないんじゃないかみたいな。それはない、そんなことはないけどね、ちゃんとした日だからそんなことないけど、なんかもうそのイベントはもう別にいいんじゃないかみたいな。ああ、まああれはいいんじゃないかみたいな、イベントとしては別にいいんじゃないかって思ってしまったりしますね。バレンタイン公演出るんだ、私出ます。何作ろうかな、メンバーに。クッキー作りたくて、なんか今日クッキー食べたかったんですよ。そしたらお昼寝した時にクッキーを作る夢を見ました。で、朝起きて、あ、お昼寝から起きて、あ、クッキーの材料買いに行かなきゃと思って、別に自分クッキー作らないことをそれで思い出して、なんか不思議な気持ちになった。萌えゼリフめっちゃ嫌いです、私。アンチ、アンチ萌えゼリフ。でもそれもさ、この今だけだから最後の萌えゼリフですよ、皆さん。なんか去年はめっちゃきついこと言わされた、あ、一昨年か、一昨年めっちゃきついこと言われた気が、言わされた気がしますね。それから嫌いになった気がします。フランさん、紅茶ありがとうございます。はい、チーム H のクリスマス公演、あれ覚えたって言っていいんか。覚えましたよ。MC で話しただけど、不思議ですね。別に覚えました。イシプーさん、紅茶ありがとうございます。白熊さんも紅茶ありがとうございます。大阪のターさんさんも紅茶ありがとうございます。バター、私バター忘れたんだっけ、クッキー作ろうと思って。あ、そのことも忘れてるけど、バターなんかいっぱい割れるから、バター、バターを入れ忘れるってこと。あれなんだ、そんなことしたことあるっけ。覚えてないんだけど。確かにバター放置したことあるかもしれない。覚えてないわ。それも覚えてないことやばいですよね。クッキー作りたくて、あと生チョコ、なんか YouTube 見てたら生チョコの美味しい作り方が出てきて、うわ食べたいと思って。そう、でも生チョコはお家で
あげた方が良さそうだから、お家でママにあげるかな。ママにあげないよね普通。あげません、やっぱり自分で食べたいと思います。ニコラスさん、紅茶ありがとうございます。大阪のターサーさん、チョコのバラありがとうございます。そう、クッキーは持ち運びできるから、クッキーとか私一人で作れるかな。作れるよね、作ったことあると思うんだけど、多分ちょっとマジで気、なんか最近いろんなことに対する記憶がないんですけど、なんかチョコがついてるクッキーとか作りたい。いや、クッキー作ったことあると思うんだよな自分で、多分。クッキー頑張りましょう。もう買いに行った方がいいよね、材料とか。絶対明日くらいに買いに行こうと。最初はチョコレートタルトを作りたかったんですね。私チョコレートタルトが大好きなんですけど、自分で作りたくて、いっぱい食べたいから。でもタルトの型を買おうとしたら、なんか石が必要らしくて、なんか重り、めんどくさくなっちゃってすぐやめました。あと4日しかないんだけど、バレンタインまで。クッキーとかそんなさ一発作りでさうまくいくもんなのかな、どうなんだろう。頑張りたいと思います。応援しててください。皆さん、ゆかりんさん、紅茶ありがとうございます。そう、石を乗せるんですって、焼くときに膨らんじゃうのかな多分。だからその石を買うのもめんどくさくて嫌なっちゃいました。はんちゃん、レイヤ姫をはじめ猫かぶってる6期生多すぎるけん。わ、何ですか、私が猫かぶってるって言いたいんですか。なんでそれ私に言ってくるんだ君は。なんか6期生みんな好きですよね。すごくさ、ショールームとかしててもなんか他の木の方の話はあんま聞かないんですけど、6期生の話題めっちゃ来るんですよ。こういう風になんか、例えば4期生さんが高校とか1期生さんが高校とかあんま聞かないんですけど、6期生のこの話めっちゃ来るの。みんなめっちゃ6期生のこと好きやんと思って、6期生の話もしてください皆さん。そうよ、わかんない、はんちゃんもレイヤ姫もやんなことなかったけど、いや、素で喋ったことないからわかんないですね。私が喋ってる時も多分猫かぶられてるんだと思う、分からんけど。じゃあね、猫かぶってるんじゃなくて緊張してるんだと思う普通に、わかんないけど。なんかまだ馴染んでない、まだ人見知りもちょっとあるとかなんじゃないかなと思います。楽屋は元気だよすごく。レイヤちゃんめっちゃ喋ってる楽屋で。めっちゃ元気だから、多分、普通にショールームとかが猫かぶってるのかな。ショールームとかがまだ緊張してるんじゃないですかね。そんな人前でさおしゃべりすることとかあんまないじゃないですか。だから普通に緊張して素を出し切れてないんじゃないかなと思います。どうですか私の仮説は。わかんないですね。そう、そう、私も猫かぶってるって言われてたんですけど、なんか私猫かぶってた自覚ないので、なんか言われてもよくわからないです。猫の外し方なんて言うんですか、脱ぎ方を聞かれてもわからんかもしれない。だってなんか自分でなんか猫かぶってる、よし猫をかぶろうって思ったことなくて、普通に何だろう、何の時猫かぶってるって言われたかな。よかよかの時とかよく言われてたんですけど、よかよかはなんか別に人とやるから真面目に喋っただけで、いつもより静かなのも自分が喋んなくていい時喋りたくないだけだから、わかんない。なんか自分ね、そう、無自覚なんですよね。だから猫かぶってるわけじゃなくてキャラが違うだけです。人格が違うだけですね。わかんないです。皆さんも握手会と普段とお仕事と違うじゃないですか。絶対こんななんか強気で言ってこないでしょお仕事の人に。それと一緒じゃない。違うかな、わかんないけど。セボのてっちゃんさん、紅茶ありがとうございます。あおいちゃんさん、ハートありがとうございます。そうですね、
なんか公園とかでいつもと違うショールームと違うってなるのも、一人でおしゃべりするのといろんな人とおしゃべりするのはなんか勝手が違う、なんかわかりますか？あーなんだろう、プレゼント会議みたいな、あ一緒かな、それはなんか難しい、ちょっと違うんだと思う、私は違うなって思います。なんかなんだろう、なんか自分だけ喋っててもなんかあれだし、あんまショールーム見ないので普段、私すいませんあんま見なくて、私いつもショールームってなんかスマホ開く時間が夜遅くて、ショールームみんなしてないので夜って、ショールームあんま見ないんですけど。そうなんだね。6期生のことはあんま喋らないから、私人見知りなんですよ結構、だからあんまよく知らないから、ここのショールームでなんかみんなが教えてくれるからありがとうって感じ助かってますみたいな。リチャキとザワちゃん気になるな、取扱説明書しレベル、私に言われても私も知らないのでわかんないですわかんない、どうなんだろう。リチャキちゃん、リチャキちゃんってなんか難しい、言いにくいけど、リチャキちゃんはもっと赤ちゃんかと思った、赤ちゃんみたいな顔してる、童顔、高校生なんですけど中学生くらいかと思いました、高2くらいだった気がする、確か。結構お姉さんなんですよ、なんか自分の高2の時に重ねちゃう、なんか自分の年齢に重ねちゃって、なんかめっちゃ幼いとかめっちゃ大人っぽいとか思ったりする、わかりますか？なんか私高2の時は、え、待って、リチャキちゃんって高2だよね、確か違ったかな、本名はリサキで、知ってるわ、めっちゃ知ってるわ、さすがに名前知らんかったらやばいだろ知ってんのよそれは。でもリチャキちゃんって、リチャキってよくない、自分のことをリチャキって呼ぶような、ツイッターとかにさ、リチャキンを迎えしてねとか、リチャキをゲットしてねとか書いてるイメージだから、リチャキあだ名なのかな、リチャキちゃん知ってるよ本名本名は知ってます、バカにしないでよ私のことは、何なんだ君はそりゃ知ってるわ、はい、いぶきと同じ高3とか、この間私高3の時はなんかもう結構私は沈んでいましたからね、そんなテンションをこう、結構ね、なんか自分が大人っぽかったっていうか、なんか冷めてた冷めてる感じだったので、あ、高2ね、やっぱ高2だから、高2の時もなんかちょっと冷めてたかな、まだ高2の時は元気だったかな、なんかあんまね私テンション普段からキャピキャピしてないっていうか、そんな感じなので、なんかすごいいいな思います、羨ましい、元気もうすごく年上の人みたいな感じになっちゃったけど、本当に結構ね素がこっちなんですよ、なんかもうのんびりみたいな、ショールームとメールが私一番私です公演は頑張ってます、天使の尻尾とか、それこそ美咲ちゃんと天使の尻尾をしたんですけど、なんかもういたたまれなくなって、自分がなんかいぶきだったんですよ、しかもこれがリノだったらまだマシだったんだけど、いぶきでなんか私なんで天使の尻尾なんだろうと思って、天使の尻尾は可愛くて好きなんですけど、そんな若くてフレッシュなことをなんか私と一緒にやるのおかしくないと思って、ニコラスさんコーチありがとうございます、白熊さんもコーチありがとうございます、大阪のターザンさん、チェシャ猫ありがとうございます、時計うさぎもありがとうございます、そうなんですよね、はい、でなんかみんな大変です、客席はみんな猫かぶってる、なんで客席でみんな猫かぶってるんですかそれは何、どういうこと、別にいいやん、みんなはさかぶらんくていいやん猫じゃない別にいいやん、
そうよ、私は猫かぶってるんじゃなくて頑張ってもう自分を捨てています違う自分になっています。本当にそう、小学生に挟まれてあーちゃんの身になってみてよ。本当に危ないと思いました。うわー危なかったと思って、私あのポジションじゃなくてよかったって思いました。レジャキは本当にふわふわ天使で色も認めない。別に異論してないです。それも落ち着いてください。そんな興奮しないで、あなただけだよそんな話してるの。周りの人誰もそんな話してないから落ち着きなさい。もうツイッターに書きなさいそんなこと。それかりさきちゃんのショールームに書きなさい。書いてあげて喜ぶよきっと。天使の尻尾してる若にはマジ女神やけど、それ女神で、私は天使になりたいんだけど、天使の尻尾してる時はちょっと大人だね、やっぱりアダルティですね。はい、本当にね、なんかね、なんかお姉さん面しちゃいますね、なんか本当に。でも前髪切ったら幼くなったんですよ、ちょっとセーフですね。こういう、まあ、パッツンの方がやっぱちょっと幼く見るっていうか、最近はメイクもめっちゃなんか幼くして、なんか私は黒髪ボブたぬき顔になりたくて、なんか私昔たぬき顔って言われてる時期あったんですけど、たぬき顔じゃなくなりたくて、どっちかって言ったら狐とかの顔が好きだったんで、そっち系にメイクしてたんですけど、今の流行りはたぬき顔寄りに優しそうな顔のメイクをすることが趣味です。そんドキドキでありますよね。なんかマジでみんななんかめっちゃ詳しいね、6期生に。なんでもかんない、私ショールームしてるだけで6期生と会わなくても6期生のことめっちゃ知れるんだけど、若にはもっと6期生に話しかけてもいいんだけどな。誰ですかあなたは。あなた誰ですか。あなたはもう話しかけないでください。じゃあ私が許可しません。みさきちゃんは家に鳩時計あるよなって私も実家にあります。別にそんなみんな持ってんじゃないの、知らんけど。はーいですね。じゃあ手つないできた。え、手つながれてないです。そういうこと聞かないで気まずくなるだろう。え、手つないでくるタイプなんですか。すごい積極的だわ。でも一緒にやっとりましたよ、とっとおとチャンネル。すごくこうなんだろう、保育士さんの気持ちになりましたね。え、待って、なんかめっちゃさ6期生豆知識がすごい来るんだけど私にいつ披露したらいいの私はこれを。そうですね、でもパジャドラの MC が私後半なんですけど、めっちゃ6期生が多くて後半は、なのでお話する機会があるかなって感じです。でも公園でもしみんなが猫をかぶってるんだったら本当のみんなを知らないままかもしれない。公園のみんなしか知らないです。楽屋はね結局ね同期で固まりがちだと思う。分からんけど、なんかねちょっと目が疲れてるんですけど、なんかあれやね、やっぱそれぞれ同期同士の方が気まずくないっていうか居心地がいいから、結局同期と固まるからあんま楽屋であれって感じですね。でもうららとめっちゃ仲良くなりました。そう、同室だったんですよホテルで、めっちゃ喋ってうららは私的にはめっちゃ仲良くなりましたそう、可愛いうらら、うらら可愛いですよね、面白い、めっちゃあの若菜さんめっちゃ関西弁ですよねって言われた。なんか私は結構関西人じゃないんですよ私。でも中学生くらいの時に友達がいたんですけど、その子が関西弁だったので、あそこでちょっと関西弁移り始めて、なんかだその後めっちゃ NMB さんにハマったんですよ。したら NMB さんのショールームとか見てたらもうだって関西弁しか聞こえないから、で私結構ハマってて、もうなんかずっと見てたんですよ、あの公演とか
ここでも見てた、だからこそ公演も見てたし、 MC とか、あーなんていうと、あのコンサートとかの MC とかもめっちゃ見てたし、メールも撮ってたし、あかりんさんとかの YouTube とかも見てたら、そしたらね、映っちゃったわけ映ってきちゃったのね。だからでも餌なんですよ私は。そう、私も別に関西弁喋りたいと思って喋ってるわけじゃなくて、全然喋る気ないんですけど、で最近見てるあー YouTube の方もなんかみんな関西弁ってことに気づいて、私多分関西弁の人が好きなのかなわかんないけど、そうめっちゃ好きなメイクの方とかがめっちゃ、名前言っても別にいいのか、あの南里穂さんとか越智浦野さんとか関西弁なんですよ、めっちゃめっちゃ関西弁なのね。でダンスの先生も関西弁だし、なんか私の周りに関西弁の人いるかな、いるのかな、わかんないけど、でそしたらまた映ってきちゃって、最近もう困ってるんですよ。で関西の関西弁みたいなのが出てくるアニメ見たら、またそれでも関西弁映っちゃって、でうららと同室の時に、あ今日でまた関西弁が映るわみたいなこと私が言ったら、もともとじゃないですかみたいな言われました俺関西人やで、俺と結婚しようかだって、いやあの恋愛対象で好きなわけじゃないんですよ別に恋愛対象で関西弁好きなわけじゃないです。でも京都弁はめっちゃいいなと思います。わかりますか、京都弁、大阪と京都とかちょっと違うじゃないですか。なんか学校の先生に京都の方がいて、先生って京都ですかって聞いたら、そうだよって言ってました。なんかかんちょっと違いますよね。なんかでリノがなんか大阪じゃないんですかみたいなこと聞いたら、一緒に住んなと怒ってましたそう、なんか京都とか滋賀とかそこら辺の方言ってなんかいいなと思って、私の好きなアニメキャラ京都の方なんでそうですねなんか好きなアニメキャラは確かにかん、うん、関西弁かな、そんなこともないと思います。その一人だけですね、京都人の人います。わかりますか、誰か誰かわかりますかいやめっちゃ有名だけどね、京都でも、あの人結局京都なんかどこなんか知らないんだよね。大阪に、大阪の学校だけど平治じゃないです、あれ、え、あ、平治って大阪じゃなくて京都の人やっけ、大阪県警じゃないっけ平治って、覚えてないですけど、でも京都によく行くような映画で。富尾さん紅茶ありがとうございます。アシュラーのガッサンさんだるまありがとうございます。そうですねそうだからめっちゃ映っちゃうんですけど、だから福岡弁博多弁もめっちゃ映ってしまって、でも私お家に帰るじゃないですか、お家に帰ったらみんなあの標準語なんで標準語に戻したいと思います。でも標準語で喋れって言われたら標準語で喋れますよ、全部全イントネーション元に戻せるんですけど、普段喋る時とかなんかあんまイントネーション気にしない時とかめっちゃあれになっちゃう。だってみんなも気をつけたら標準語になるくない、絶対大阪県警ないわ、確かに、なんとか県、埼玉県警とかか出てくるやつ、大阪府警っていうコナン君でなんとか長みたいな、一番偉い人ですよね、警総監みたいな、警総監じゃないけどめっちゃ偉い役当たった気がする、覚えてない、あんま覚えてないな、どうやったっけ。トムさんチョコのバラありがとうございます。大阪のターさんさん紅茶ありがとうございます。もうあんま見てないからわかんないです。なんか大阪府警、あそう本部長が和葉ちゃんだったか平次くんだったかのお父様だった気がします。そう偉い人のあれなんですよね、子供なんですよね。でもさかっこいいと思うんですよ、家族が警察官とかお父さんが警察官とかめっちゃ憧れません？うちのパパは会社員なんですけど普
普通に会社員なんですけど、できたらそういうのだったら嬉しかったなと思います。ごめんねパパそうですね、まあ、会社員でもいいですよ、全然全然いいんですけど、ちょっと役を言うんだったら、そういう偉い警察の人とかだったらちょっとかっこいいなって思います。58分になったら読みます。そうちょっと憧れませんか、パパ警察官ってかっこいいじゃないですか、なんかいいなと思いますね。でも知り合いにあんまいないです、警察官の娘とか。かっこいいんだけどな。佐世保のてっちゃんさん、紅茶ありがとうございます。でも自分がもし警察官だったら結婚しないと思うし、子供も産まないと思います。なんかなんか悲しませそうだから。独身の人とか多そう、偏見だけど、どうなんだろう。あと忙しそうだから、普通にあんまなんかなさそう。社内恋愛できるんでしたっけ。でもなんか飛ばされるみたいな話ありましたよね。あれが佐藤さんと高木くんがうんぬんみたいな、寿退社とかするとかしないとかなんかあった気がします。ランキング見ます。もう大丈夫で、私ちゃんと時計見てるんだから、ずっとチラ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 。13位春海さんありがとうございます。12位白熊さんありがとうございます。11位アシュラーのガッサンさんありがとうございます。10位佐世保のてっちゃんさんありがとうございます。9位トシさんありがとうございます。8位トミョさんありがとうございます。7位ニシプーさんありがとうございます。6位元隊長さんありがとうございます。5位エウリカさんありがとうございます。4位ゆかりんさんありがとうございます。3位フランさんありがとうございます。2位ニコラスさんありがとうございます。1位大阪のターサンさんありがとうございます。イエーイ、皆さんありがとうございました。バイバイ。この後のんびりと編集して時々質問返そうと思います。バイバイ、おやすみなさい、さようなら。